This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。皆さんこんばんは。今日は1月8日金曜日です。ラジオをお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？では最初に今日お伝えするニュースの項目です。5つの県の住民らに移動制限が課されました。県をまたいで移動する人のための隔離スペースが設けられ始めています。闇カジノ事件に関連して関空警察局の本部長が更迭されました。では最初のニュースです。5つの県の住民らに移動制限が課されました。政府は最高度の COVID-19 管理ゾーンに指定されている東部のチャンタブリ、チョンブリ、トラート、それにラヨーンの各県とサムットサーコン県の住民らに移動制限を課しました。これら5つの県への往来を希望する人は関係機関によって発行された移動の必要性を証明する書類と身分証明書を提示しなければなりません。チョンブリ県ムアン郡のプラカシット郡長補佐は、当郡役所ではこの日々の移動許可証明書を発行するため24時間体制を敷いている。このため当郡役所では今後1週間有効の移動証明書の発行についての検討を行うつもりだと述べています。サムットサーコン県ムアン郡の役所でもこの移動許可書を求め、早朝から大勢の人が長い行列を作っています。同郡のナタパット沿岸郡長は、仕事のため毎日のように県外に出る必要のある人は今月末まで有効の移動許可書を申請できるとしています。同郡長は郡役所での混雑を緩和させるため、町役場や村長にもイレギュラーな移動を行う人向けの許可書を発行する権限を与えています。次に、県をまたいで移動する人のための隔離スペースが設けられ始めています。COVID-19 状況管理センター CCSA が全ての県に対し、野戦病院設置用のスペースを準備しておくようにと呼びかけたことを受け、多くの地域で感染リスクの高い県からやってくる人たちの隔離や感染している可能性がある人たちを監視するための場所が設けられ始めています。東北部ブリラム県にある佐計町行政組織でも CCSA の宣言に従い、会議室の一つをすでに消毒し、ハイリスク地域から同県にやってくる人たちを受け入れるための準備を整えています。同県では県が用意している隔離施設に滞在することができない人に対しては自宅での自主隔離を認めており、隔離期間の14日間、他の人との接触を一切避け、自宅に留まることを義務付けています。隔離中の人たちには、日用必需品と保健ボランティアによる日々の検温や24時間体制でのモニタリングを含むヘルスケアが提供されることになっています。
道庁の住民たちは、これまでは多くの人たちが何らの明確な情報も示さず、他の人との接触を避けることもなく、この街を通り過ぎていったが、今回隔離体制が整ったことで安心できるようになったと語っています。同じく東北部うどん谷県にあるうどん谷ラチャパット大学の第4ビルにもこれと同様の施設が設けられています。この建物には280の部屋があり、最大980人を受け入れることが可能です。同校の学生たちは新学期が始まって以降、このビルへの立ち入りが禁止されています。うどん谷県のサイアム・シリモンコン知事は、部屋の状況や環境、それに地域社会からの距離などを考慮し、多くの地域に隔離施設が設けられ始めていると述べた上で、一般市民に向け不要不急の旅行は先延ばしし、どうしても道県を訪れる必要のある人は到着後すぐに当局に報告するよう求めています。次に、闇カジノ事件に関連して管区警察局の本部長が更迭されました。国家警察のスワット・チェーン・ヨードスク本部長は、管区内で闇カジノが運営されていた第二管区警察の本部長を官職に移動させました。スワット本部長は第二管区警察のウィーラ・ジラ・ウィーラ本部長をバンコクにある国家警察オペレーションセンターの官職に移動させました。今回の移動はライオン・ジョンブリ・チャンタブリ、それにトラウトの各県で闇カジノが運営されているとの報道に応える形で実施されました。スワット本部長はまた、国家警察の監察部門がライオンとチョンブリにあった闇カジノが COVID-19 の感染を広めることにつながったという証拠をつかんだことを受け、この件に関する真相究明委員会を設置しました。この真相究明委員会は、地元の警察官が闇カジノの運営者から賄賂を受け取り、カジノの運営を黙認していたかどうか調査する予定です。今日お伝えしたニュースは次の通りです。5つの県の住民らに移動制限が課されました。県をまたいで移動する人のための隔離スペースが設けられ始めています。闇カジノ事件に関連して管区警察局の本部長が更迭されました。続いてニュース展望です。今日は COVID-19 感染者との接触をトレースできるアプリケーション、モーチャナのダウンロードを国民に推奨というニュース展望をお伝えします。一般市民に向け、国内での COVID-19 感染拡大を封じ込めるために開発された接触トレーシングアプリケーション、モーチャナをダウンロードすることが進められています。デジタル経済社会省のプティポン・プンナカン大臣は、 COVID-19 の感染拡大が全国各地で再発しているため、 COVID-19 状況管理センター CCSA ではアプリケーションモーチャナのダウンロードを進めるキャンペーンを実施していると述べました。このアプリケーションはデジタル業界の専門家と緊密に連携しているデジタル経済社会省によって開発されました。このアプリケーションは感染リスクを素早く知ることができ、ウイルスの拡散を減らすことができることから、医療従事者やその他の保健関係者の仕事を容易にすることができます。モーチャナでは GPS 同様に利用者の所在に関する情報を記録しておくことができます。このアプリケーションは GPS と Bluetooth テクノロジーを利用して COVID-19 感染者と接触した人を特定し、その人の位置をトレースします。この接触トレーシングアプリケーションはまた、利用者が感染者に近づいた際、
その旨を知らせてくれるほか、さらなる感染拡大を防ぐため、医療従事者と会うために直ちに取るべき対応を教えてくれます。このアプリケーションモーチャナは iOS と Android の両方に対応しており、容易にダウンロードすることができます。今日は COVID-19 感染者との接触をトレースできるアプリケーションモーチャナのダウンロードを国民に推奨というニュース展望をお伝えしました。以上、今日のニュース、ラジオタイランド、宮井義明でした。Our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.